続いてポイント説明の方をしていきたいと思います。この一つ前に後編としてポイント説明のをしたさせていただいて、こう赤でもすでに線が引いてあるんですが、ビデオが回ってると思って話し始めてしまい、でなんとなくおかしいなと思って見に行ったら回ってなかったもので、すいません、もうすでに赤い線で引いてあるんですが申し訳ございません。ちょっとまた説明をさせていただきます。自然の美、さすがに小学5年生の課題ですね。もちろん書写書道としての基礎的なこと、筆の先、筆が紙についた時の筆の先の方向、ちゃんと左斜め45度の方向向いてるかなとか、もちろんそれよりも先に紙に対して自分の体がまっすぐと正しい姿勢で書けているか、あと筆の持ち方ですね、太い筆になるので、半紙に書く時の筆の持ち方とまたちょっとこう太さが違うのでぎこちなくはなると思いますが、筆はちゃんと持てているか、正しい持ち方で持てているか、右の脇は空いているか、で左の脇もちゃんと開けてどしっと髪の中心に体が来て、左でちゃんと体を支えて、右で支えることで右手でが書きやすくなりますので、こちらにグッと力を力というか体を支えることによって右の可動域が広くなるという助けをしている左手でもあるので、そういったこともできているか、あと押さえるところ、払うところはしっかりできているか、点接ですね、押さえるところもできているか、右払いもできているか、もうこれは全てが含まれていますので、押さえ、左払い、縦書く、横書く、点接ですね、あとは点も入ってますね、右払いも入ってる、左払いも入ってる、全ての、基礎的な筆使いが全部ぎっしりと入ってますね。でやはり5年生ですね、高学年 の課題ということで、それプラス外形ですね、外形もちゃんと整えて書けるか、特に、字という字は、できたとしてもこの前という字なんか、この字とこの字、あとこの点がどんなバランスで組み立てて書くとバランスよく書けるか、パッと見た時に、整った字に書けているかという外形もすごく大事になってきますね。あと美という字にしても、ここの中心がちゃんと中心線の上を通ってるかで、ちょっとずれるだけでもったいないなという字になってしまう、ちゃんと中心線の上を通っているかとか、そういった細かなところまで の細部への気遣い、そういうのが考えて書けているかというのも問われているような、5年生の作品、課題だと思うので、さすがだなと思いました。だいぶ書けそうですが、結構難易度は高い課題だなというふうに思いました。でこれも、4文字の作品ですので、紙を4等分に最初折りました。端と端を合わせます。でこう折った時に、一番上の部分、紙の、上と下が少し開く状態にしたいので少しずらして折りました。でこの折る線は、自然の美、自然までは、この自分の目安としたこのスペースの中に入れることができると思いますが、この美の左払いと右払い、やっぱりこう伸び伸びと書きたいですね。このスペースの中に自然が入りました、のもこの中に入れる、でここの美のスペースの中にこの画数の多い字を入れるとなると、どうしても細くなってしまったり小さくなってしまったり、やはりここを見せてあげたいの で頑張って書いたとしても、ここがちょっと短くなってしまってピタッと、潰れたような美になってしまうのがとてももったいない、自然の美というこの4文字の作品なので、なのでのはこの間のスペースのちょっと、上の方から書き始めて下を少し開けてあげる、でここに美のこの2つをうまい具合に入れてあげる、ちょっとお邪魔しますと入れてあげることで、少しずつ上に上に上に書いて、横線がグッときてこの払いが見せることができるなと思ったので、この4つの線というのはしっかりと折らずに、ご自身がこの辺だなこの辺だなっていう目安として の折り方でいいかなと思います。はい、あと中心線が
この作品は特にどの作品も全て中心線が命ですが、バランスよく描くための命ですが、これもやはり中心線すごく大事になりますね。でこう、2つに折ってでちょっと先に描かせていただいた中心線ですね。この中心線がすごく大事になりますね。字という字、自然の字という字はこの一画目の入れるところが中心線の上ですね。この前という字も、まあ、大体まあここで左右分かれていますが、この4つの点はこの2つはこの中心線からこっちが2つ、こっちが2つですね。で、のの入るところもこの中心線の上から入れる。で、美という字もこの縦画がこの中心線の上に来るということで、バランスとしては一つ一つの字や木量はどうかっていうのはちょっと置いといて、字のバランスとしてはまっすぐと書けるのではないかなと思います。はい、押さえますね。これ基礎的なことをしっかり押さえます。押さえた時の筆の先の方向、左斜め45度の方向を筆の先が向いている状態で必ず押さえます。でここもそうですね、ここまっすぐ下ろします。でここ横を来て押さえ、ペンセットしっかり丁寧に押さえてあげましょう。でまっすぐで横、こういった横線も押さえてす、押さえてす、押さえてす、押さえるというのができたとします。押さえた時はこの縦角の上に筆の先が隠れてしまいますね。見えないですが、そういった見えないところも慎重に丁寧にやってあげましょう。押さえて、ここはできました、スーッという喪失もできた。でここの押さえるところ、最後の締めを押さえてス、ここまでできたけどポッと離さずに最後までちゃんと神経を行き届かせてあげて集中して書きましょう。一本一本の線がそのぐらい集中して丁寧に丁寧に書いてあげることで、とても生き生きとした線になります。でこの間隔、余白のとのほぼ同じぐらいの間隔で開けてあげるとバランスのいい、字という字になりますね。あとこことここは、少し出してあげるといいです。出してあげるということは、ここからピタッとまっすぐこう引っ張ってしまうとここが出ないですね。なのでこの縦角のちょっと上ぐらいから押さえて横に引っ張ってあげれば自然とここは出ますね。でここも出るかなと思います。はい、前ここも押さえるところ気をつけましょう。筆の先気をつけましょう。左にぐっと気持ちよく払います。でここ横を来てここもしっかり押さえてあげてぐっと来ます。でこれを、左払いなんですが、これはちょっと縦気味に書いてあげた方がちょっと、縦長の、かっこいい前という字になるかなと思います。この左払いの角度、本当角度大事ですね。これの角度によって、これがあまりにも外すぎると横に広い字という字になってしまうし、これがあまりにも縦すぎると細長い字という形になってしまうので、この払いの角度すごく大事ですね。これも、あまり外に最初1本目払ってしまうと、これに合わせてこれもこうなってしまうと、これに合わせて犬も描きますので下がすごく空きすぎます。たくさん空いてしまう。でこの中に、まあ、点を入れていくと、ちょっと上下のバランス、この字とこの字のバランスどうかなっていう風になってきますので、この払いの角度ちょっと考えて書いてあげましょう。やっぱりそういうところも、考えて書いてあげるのがやはり5年生の課題らしいなっていう風に思いました。ね、この点もこう来たのがペタッペタッと押さえているわけではなく、一見そう見えますがそうではなくて、一つ一つの点丁寧に押さえてあげましょう。この時と同じですね。丁寧に押さえます。でここ犬こう来て、ここ、この位置はだいたいここと同じぐらいの高さでいいのかなと思います。極端に、上がりすぎたり極端に下がりすぎたりせずに、ほぼ同じぐらいの位置に置いてあげるといいと思います。でここは、最初は押さえたら最初はまっすぐ来ます。まっすぐまっすぐまっすぐ降りてって、自然に自然に左に曲がります。いきなりこ
こういかないようにしましょう。ビヨーンとこう横に広がりすぎた形になってしまうので、まずはまっすぐ降りて徐々に徐々に左で、こう来たのがこう入りますね。起きました。解消ではありますが、字の流れ大事にしましょう。で入って右に払います。ここの位置大体同じ位置で終わらせてあげるといいですね。で点、濁点は高い位置に書きましょう。ここよりも上、ここが空いてるからといってここに押さえたりしないで、まあ、そういう人はいないですかね。こう高い位置に点を押します。置きます。で点もただペタッと、筆の毛が太いからといってペタッとただ押さえるのではなく、ここ最初細くて、だんだん太くなってる、大切に押さえてあげましょう。でここの4つの点はここの中心線から左2個、右2個ですね。で最初と最後が少し大きめになります。でこれは1つだけこっち方向、あとの3つはこちらの方向に向かって点を書いてあげればいいかなと思います。はい、のですね、のの一画目、この角角の上に入れます。ぐーっときます。でここ少し上がります。これは真上ではなくちょっと斜めに上がりますね。ちょっと上がります。でここからぐぐぐぐぐっと上にぐーっと上がってさーっと払います。でこの時、結構筆も太い、墨もたっぷりついているので、まあ、勢いよくうまくいく時もあるんですけど、私ちょっとここのところちょっとボテッとしてますね。でこれ筆が紙にちょっとしっかりとつきすぎていて、なかなかここ、紙から離れなかったんですね。なのでこの辺のコントロールも、なかなかね難しいですね。もっとスーッと気持ちよくだん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 、ここ墨量もしっかりついた状態でここのところがスーッともうちょっと綺麗にね、こんな感じでいくと、もっとなんか素敵なのができたなと思いますが、この辺の払いもちょっと気をつけて書いてください。まあ、皆さんは上手に書けると思います。ここにちょっと筆がペタッとついてしまう、ゆっくり丁寧に書いて、書いたんですが、筆が紙にペタッとついた状態だったので、それをあんまりつきすぎるとここまで来てしまうので、ちょっとずつ力抜かなきゃっていうことで抜いていったんですが、結局こんな感じになってしまったので、そういったところも気をつけて書いてあげてください。ここののの払いもね、気持ちよく書けると、そうそうこういう風に書きたかったのっていう風に払えると、ほんとご自身気持ちいいと思うので、ちょっとここ気になりますが、ちょっとこのまま説明の方させていただきました。スーッと気持ちよく払ってあげてください。あとここは腕をね、大きく動かして、この丸を書くようなつもりで、このぐらいの気持ちで可動域をね、たくさん大きい可動域からだんだん小さくっていうのはできますので、このぐらいの可動域がないしかできないものを大きく書こうとするとものすごく勇気がいることなので、まずは大きく動かせる、このぐらいの動きができた上で、この中にぐっと、ここにぐっと集中させてあげて書いてあげると素敵なのが書けるかなと思います。漢字が3つにのがね、すっきりとした一文字がポンとありますので、やっぱり漢字も目立ちますが、やはりのってこう素敵に書けるといいですよね。本当にちょっとその辺頑張ってみてください。はい、あと美という字は先ほど言ったようにの中に、のスペースの中にちょっと入り込みました。ここからいきますね。こう来たのが点ですね。で横、これはこう来て横、縦、横、横ですね。でここの3本はほぼ同じ長さでいいかなと思います。でこの間隔同じぐらいにしましょう。縦、横、横で、これはぐーっと長く締めたいですね。これを長くするからといって、これが短すぎたりするとまたバランス、これがもっと短くなって、これが長これだけがドシッとかけると、ちょっと上がもうちょっと欲しいなっていう長さになってしまうので、こういった字の長さとかバランスも結構考えながら書くっていうのも大事なことなので、この長さ、どのぐらいの長さで書くとこの横の線がどっしりと書けるか、
全体のバランスを見て、いい感じの長さ、いい太さで描けるかっていうのもちょっと、練習していくうちに、あ、これちょっと短かったな、短すぎたからここがちょっと目立ちすぎちゃったな、あ、ちょっと今度は長すぎちゃったから、あ、ちょっとなんか上が重たくなっちゃったなとか、いろいろ感じることもあると思うので、一つ一つの作品描き終わったらしっかりと見て、しっかりといいところも認め、反省点もちゃんと認めて、次のステップにつなげていっていただけたらなというふうに思います。こう来て横をぐーっと引っ張ります。で、ここは中心線の上から来ますね。左にぐーっと払います。です。できればここ、木量が残った状態で、ここですね、いきなりスーッと細くなるのではなく、木量が残った状態で豊かな豊かな豊かな線を描いていただきたいですね。で、横にスーッと払う。で、こう来たのが右に入って、横もスーッと払う。で、ここの木量、墨の量とここの墨の量、同じぐらいがいいですね。しっかりと、墨がついてあげることで、ここ土台となりますので、こことここほぼ同じ位置で終わらせてあげて、ここがしっかりこう墨がたっぷりついていることで豊かな払いになるので、とっても安定のした作品になるんではないかなというふうに思いました。はい。で、これ5年生ですね。でここに5年と書きます。で、名前もやはり一つ一つ、ここの課題よりも小さな字にはなりますが、押さえるところ、左にシュッと払うところ、押さえるところ、横、押さえて縦、ここもぐーっと、もうこの横線はこれの小さいバージョンですよね。なので、スーッと書かずに、ちゃんと押さえて、横にスーッと引っ張って押さえる。ここもしっかり押さえて、まっすぐまっすぐスーッと払う。一つ一つの線を大切に大切に書いてあげてください。で、ここしっかりとね、たくさん開くので、お名前の方もね、たくさんご自身の名前たくさん入れることができるので、どこに入れようかな、今日書いた自然の美という作品に対して、どこに学年5年、どこに名字のこの名前、名字入れて名前どこに入れるとバランスいいかなっていうのをちょっと考えて、うん、ここよしと決めてから書き始めるといいかなと思います。そうすると一つ一つの作品無駄にもならないですし、素晴らしい作品できていくと思います。で、こちら書き込んでいくうちにたくさん書かれると思うんですが、最初の方に、書いた作品ですねはすぐに、あ、ちょっとなんかうまくいかなかったからといって、すぐに処分したりするに、ちょっとその中でもまあよく書けた方かなっていうのはご自身が分かると思います。そういったのはちょっと取っておいて、でそれからまた練習、夏休みの間に練習されると思いますので、重ねていって、ちょっ と, 途中と時々ね、最初に書いたのと、何日かして書いたものとちょっと見比べてみるといいと思います。そうすると、あ、ここあれよくなったなとか、あ、ここの線あの時はこうだったけど、あ、結構うまくできるようになってた、うん、いいなっていうことに気がつけたり、あれ、ここ最初の時のこののっていう形で良かったのに、あれ、なんか違うのになってるな、なんでだろうっていう、なんかこう変化にも気がつくことができるので、最初に書いてまあいいかなっていう、まあまあ良かったかなっていう作品は取っておいて、大事に取っておいて、今後のだんだん書き込んでいく中で途中で広げてみて見比べるというのに使ってあげるのもとてもいいことかなと思います。あとはこう書いていくうちに同じ字をずっと書いてるのでね、ちょっと分かんなくなってしまったりとか、あれ、これで良かったかなとか、これうまくなってんのかな、ちょっとは良くなってんのかなって思われる時も来るかもしれないですね。そういう時は第三者の人に、まあ、お家の人でもいいですし、第三者の人にこれどう思う、バランスどう思うっていうちょっと聞いてみるのもいいかもしれないですね。そうするとやはり素人目線といいますか、でこうパッと見て思ったことを率直に言ってくれると思うので、それっていうのは結構当たったりしてると思うので、そう言ってアドバイスをいただいて、さらに、自分の作品を一つでも良くするというのにためにこうちゃんと受け取って次の練習につなげていくっていうことをしても
いいのではないかなというふうに思ったりもします。はい、5年生の作品なので基礎的なこと、押さえるところ、払うところ、右払い、あとバランスですね、字の大きさ、ここの大きさをどのぐらいにすればこっちがよこのぐらいになって、ここもこのぐらいの大きさにするといい外形になるなとか、左払いの方向とか、そういったところを考えるのもさすが高学年の5年生の課題だなと思うので、とてもいい勉強になる課題だなというふうに思います。ぜひ頑張って書いてみてください。はい、次回は小学6年生の、課題の方の、記号とポイント説明の方を進めていきたいと思います。